こんにちは、茂木和也です。今回はお風呂のドアの下のところとドアレールの掃除をしていこうと思っているんですけれども、どんな洗剤を使って掃除をしていくかと言いますと、こちらキッチン泡ハイターを使って掃除をしていこうと思います。このキッチン泡ハイター以外に今回の掃除でどんなものを使っていくかと言いますと、まずはこちらスコッティファインの洗って使えるペーパータオルですね。それと最初にザーッとホコリを取ってしまいたいのでウェットティッシュです。はい、これは無印良品のウェットティッシュを無印良品のケースに入れてます。あとは掃除ですのでゴム手袋、ニトリル製の薄手の使い捨て手袋です。それと桶ですね。桶にあらかじめ 50g お水を入れております。で最後に隙間掃除用に歯ブラシですね。首をくの字に曲げて毛先を少し短くカットして、さらに斜めにカットしております。それでは掃除前の様子をお見せしますね。はい、ご覧の通りだいぶホコリがまず残っていますよね。はい、でドアを開けていきますけれども、はい、こんな感じで黒ずみ汚れもところどころにあります。黒ずみ汚れもありますけれども、例えばこういったところはホコリがこびりついていて黒く見えるような感じでしょうね。はい、ここの端っこのところがだいぶ黒くなってますけれども、これは黒カビではないと思いますね。うん、こんな感じですね。それでは手袋をしまして、まずはウェットティッシュでホコリをざっと取っていきます。そんなに頑固そうな汚れがついてるわけではないので、ウェットティッシュで拭き取るとだいぶ綺麗にはなっていくと思いますけれども、まず最初の工程としましてウェットティッシュで拭いていきます。はい、ホコリをざっと取りましたので、次にキッチン泡ハイターを使って掃除をしていきますけれども、原液を直接吹きかけて掃除をしていくということはしません。それはなぜかと言いますと、塩素濃度が濃すぎますし、アルカリ度も高すぎますので、素材が変色したり傷んでしまうことがありますので、薄めて使っていきます。ということで、このオケ、水がすでに 50g 入ってますけれども、そこに泡ハイターを1プッシュです。はい、これで拭き掃除用のキッチン泡ハイター希釈液の完成ですね。ワンプッシュしただけでも泡が消えていかないですよね。ということは界面活性剤がしっかり働いてくれますし、キッチン泡ハイターはかなりアルカリ度が高いので、このぐらい薄めてもいくらかアルカリ側に傾きますから、界面活性剤とアルカリの働きで皮脂汚れなんかをしっかり落としてくれると。さらに塩素濃度が約 0.05% ほどありますから、生き物汚れに対しても拭き上げることで有効ですし、あとなんといっても除菌と消臭補修もしてくれますよね。それではこの液の中にスコッティファイン洗って使えるペーパータオルを湿らせまして、でしっかり絞ってこれで拭いていくんですけれども、ここに残った液を使ってですね、隙間掃除をしていきます。ちょっとつけた感じにして、そしてこういったところですよね、こういったところを掃除していきます。
はい、一通り掃除が終わりましたので、掃除後の様子をお見せします。まずはドアの下のところ、ここコーキングで埋めてまして、そこにホコリが乗っかるとですね、なかなか取れにくいんですけれども、でもここまで綺麗にすることができました。少し残ってはいますけれども、これ以上は正直難しいですね。はい。そしてドアレールの方も見ていきます。はい、こんな感じで。だいぶ綺麗にすることができました。ということで今回はキッチン泡ハイターを使ってお風呂のドアレールの掃除をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。今回落とした汚れは主にホコリ汚れ、そしてそのホコリがこびりついた感じの汚れ、他には多少黒ずみ汚れといいますか、ぬめり汚れが乾いたような状態の汚れもありましたけれども、それほど頑固な汚れはなかったので、今回のやり方でここまで綺麗にすることができました。今回の掃除手順としましては、ホコリ取りをウェットティッシュでしましたけれども、本当は掃除の基本っていうのはお掃除ワイパーとか掃除機のようなもので最初にホコリを取ってから拭き掃除をするという手順の方がいいんですけれども、今回に関しましては掃除するスペースがドアレール周りだけでしたし、汚れもそれほどひどくなさそうだったので、いきなりウェットペーパーで拭いた方が掃除が楽なのかなというふうに思いましたので、このような形で進めていきました。そしてこちらのキッチンアウハイターは水 50g に対して1プッシュということで使っていきましたけれども、汚れ落ちについてはそもそも汚れがそれほどひどくないということと、薄めた状態ですからそんなに洗浄力が高いということもありませんので、伝わりにくい部分もあったと思いますけれども、この希釈した泡ハイターの最大のメリットは薄めることによって素材が傷みにくくなるということもありますけれども、それよりも何よりも除菌と消臭効果が高いということですね。このぐらい薄めても十分効果はあります。ですのでお風呂ドアレール周りだけじゃなくて脱衣所の匂いが気になるという場合は、このような形で薄めた泡ハイターを使って拭くとですね、除菌と消臭をしつつ軽度な皮脂汚れであれば十分拭き取ることができます。最後に一つお知らせがございます。私モテギカズヤの2冊目の書籍、モテギカズヤの楽々掃除術が8月31日に発売となります。本の内容としましては、こまめに掃除できる方向けと、あとなかなか掃除できないズボラさん向け、そしてズボラさんまでとはいかないまでもこまめにはなかなかできないという隠れズボラさん向けにですね、それぞれお住まいの掃除方法をご紹介しております。特にお風呂場とかトイレとか、そういった水回りのお掃除方法が盛りだくさんとなっております。汚れ別であったり、あとは細かい場所別の掃除方法もしっかり載っております。あと全体的に言えるところとしましては、節約につながるお掃除方法がメインとなっております。具体的には台所洗剤だったり塩素系漂白剤だったり、今すでにお家にあるものを活用して掃除するという方法だったり、あとかなり薄めて使えるもの、例えばセスキ炭酸ソーダですとかクエン酸とか、ただそのようなものを薄めて使う掃除方法だったら、これまでもいろんなところで紹介されていますけれども、モテギカズヤならではというところでいきますと、台所洗剤を薄めたものにさらにクエン酸を加えるとか、もしくはセスキを加えるといった、そういった自作洗剤を使ってお掃除する方法がですね、盛りだくさんとなっております。この方法は YouTube でもいろいろご紹介してきましたけれども、とってもコスパが良くて節約につながるんですよね。ですのでそういった節約術という点でもおすすめの本なのかなというふうに思っております。さらに発売に合わせてプレゼントキャンペーンを行っておりまして、初版分に関してはそのプレゼントに対しての応募ハガキを入れているんですよね。ですのでぜひですね、プレゼントに応募していただければなというふうに思うんですけれども、どういったものが当たるのかと言いますと、まず一つはモテギカズヤ、水垢落としのモテギカズヤ、そして私も愛用しておりますお風呂の生ハゲ、さらにはモテギカズヤやお風呂の生ハゲと相性抜群の超人たわし Z、 その3つの商品をセットにしまして抽選で10名の方にプレゼント
ントをするというキャンペーンを行ってますので、ご興味がございましたら、ぜひ初版分をお買い求めいただき、プレゼントをゲットしていただきたいなというふうに思うんですけれども、もうすでに Amazon では予約注文を受け付けております。そのページを概要欄にリンク貼っておきます。その Amazon で予約注文する分に関しましては、間違いなく初版分ですので、プレゼントのハガキが入っております。ですので、プレゼントの方にも応募してみたいということでしたら、Amazon から予約されるのがおすすめです。ということで、お知らせはここまでとなります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも